目的のものは手に入れた。これがあれば我が娘が。はい、必ずやお嬢様を救えましょう。急ぎ領地に。カッカ、お待ちください。何やら町の方が騒がしい様子。なんだ、賊か。これだけは守りきらねば。そうだ、一つだけ言っておく。もし英雄の遺産みてえな武具を持ってる奴がいたら必ず取り返してくれ。分かっちゃいるとは思うが、野放しは危険だし大事なもんなんだ。英雄の遺産？なんでそんなものが闇市に？焦らず戦おう。これで決める。これでいいだろ。はいはい、任せて。あ、今金の落ちる音が。火のせいか。レスターの格闘王は健在だぜ。僕の出番のようだな。ぼちぼち動くか。はい、お疲れさん。おっしゃ、行くぜ。出るぞ。どうするんだ。女っぷりが上がったか。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私に任せてください。この程度では満足できないな。の量が違いますから。ベラッやつ。勝負ができたな。ダメや。よし。
賞賛はあった。はい、まいぞ。無駄だ。はい、まいぞ。無駄だ。してくるんだ。ハピの出番なくていいからね。せや。二度とハピに近づかないで。ここを通りたきゃ腹も悪いな。てめえらの命だよ。焦らず戦おう。迷いを払う。いい勝負もできた。いい調子じゃん。追い詰められるほど力が湧くってな。ここを通りたきゃ腹も悪いな。てめえらの命だよ。僕の出番のようだな。やっ、この僕に勝てるはずもない。はいはい、任せて。私に任せてください。我が名はフェルディナント・フォン・エーヒル。この程度、苦境でも何でもないさ。逃さないぜ。目撃者には消えてもらう。
私に任せてください。よっ、私を侮るからです。出るぞ。弱すぎるな。さあどうするんだ。よし、よし、一丁上がりだ。おっしゃ、行くぜ。邪魔する奴はぶっ飛ばす。ぼちぼち動くか。異物にも矜持はあるんでね。やるまで力の差がわからねえのか。勝算はあった。見えた。頭も使わねえとな。はいはい、任せて。僕の出番のようだな。備えは万全さ。狙いは何だ。お宝か。くそ、俺たちが先に。面白くなってきやがったぜ。レスターの格闘王は健在だぜ。僕の出番のようだな。私に任せてください。ありがとう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。ぼちぼち動くか。おっしゃ、行くぜ。おりゃ、歯ごたえのねえやつだったな。焦らず戦おう。その身で学べ。いい勝負ができた。はいはい、任せて。
さあ、どうするんだ。よし。加減すべきだった。違いますから。逃がさないぜ。目撃者には消えてもらう。やるまで力の差がわからねえのか。みたいなのがいたら商売上がったりなんだよね。狙いはなんだ、お宝か。くそ、俺たちが先に。くそ、兄弟暴れやがって。絶対に逃がすな。Thank you.
いい勝負ができたな。無茶はさせないでくれたまえよ。僕に考えがある。この程度自慢にもならない。私に任せてください。よっ、私強いので。ぼちぼち動くか。俺の勝ちだ。すげえじゃん。俺も負け。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。あぶねえか。いや、まだいける。やべえ。力も実力のうちだぜ。あれ、この力で俺はさらなる高みを目指せ。出るぞ。焦らず戦おう。勝算はあった。次食らったらまずいかな。
面白くなってきやがったぜ。この首は高えんだ、やらねえよ。慎重に頼むぞ。この僕に勝てるはずもない。異物にも矜持はあるんでね。恨まないでくれよ。運じゃない、必然さ。この程度は危ねえ。つかんだな。見立てが甘かったか。悪いが手詰まりだ。ぼちぼち動くか。フェルディナント・フォン・エーギル。おっしゃ、行くぜ。俺の勝ちだな。掴んだな。ヒルシクラッセを甘く見たか。ここで手こずってる場合じゃないんだ。くそ。
はいはい、任せて。ぼちぼち動くか。私に任せてください。はい、悪いね。危ねえか。いや、まだいける。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。面白くなってきやがったぜ。やるまで力の差がわからねえのか。慎重に頼むぞ。格が違うのだよ。運じゃない、必然さ。たあいもない、掴んだな。手が甘かったか。ぼちぼち動くか。危ねえか。いや、まだいける。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。面白くなってきやがったぜ。俺と勝ち合ったのが運の尽きよ。慎重に頼むぞ。我ながら見事だ。俺が出るまでもなかったか。物になってきたようだ。はい、お疲れさん。次はまとめてかかってこい。体が重い。俺の剣は届かないか。はいはい、任せて。出るぞ。次食らったらまずいかな。の格闘王は健在だぜ。慎重に頼むぞ。この程度自慢にもならない。
ぼちぼち動くか。危ねえか。いや、まだいける。私に任せてください。よっ、悪いな。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。俺が出るまでもなかったか。物になってきたようだ。異物にも矜持はあるんでね。弱すぎるな。ぼちぼち動くか。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私に任せてください。やっ、助かるぜ。
が出るまでもなかったが、以前よりうまくやれるだろう。これも策の落ちた。はい、お疲れさん。フェルディナント・フォン・エーギル。ぼちぼち動くか。危ねえか。いや、まだいける。私に任せてください。すぎるな。以前よりうまくやれるだろう。歯応えもない。これ以上はまずいか。焦らず戦おう。これでいいだろう。まだ大丈夫、やれるさ。おっしゃ、行くぜ。ヒルシクラッセを甘く見たか。さすがだ、私も負けてはいられん。おりゃって行くか。来た来た来た。これが鍛錬の成果だ。容赦ないですね。これで戦える。
私に挑んだのが間違いだったな。慎重に頼むぞ。面白くなってきやがったぜ。はいはい、任せて。いい勝負ができた。ゴリュ見え見えだ。警戒しろ。量産はあった。でも何でもないか。我が敵ではない。使うなら今だろうな。寝直してくるんだ。この感触覚えておこう。これも策のうちさ。悪いが俺の勝ちだ。この経験は糧になる。今金の落ちる音が。気のせいか。Right.
慎重に頼むぜ。はい、ありがとう。危ねえか。いや、まだいける。さあ、どうするんだ。やめろ。そいつは英雄の遺産と同じ代物だ。紋章を持ってねえ奴が震えば恐ろしい獣になっちまうぞ。うるさい。娘のためなら命など惜しくもない。何の恨みもないが許せ。家族のためなのだ。なに、さすがは僕だな。何度言いや分かるんだ。それを使っちゃならねえ。では見逃してくれると。できないならば選択肢などない。できねえな。どうにかなっちまう前にぶっ倒してやるよ。本当に化け物になったし、バルトはあれが必要だったわけ。ああ、そうだ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。援護しよう。策を披露しよう。大事をなす。そのための一歩だ。
せめてものたぬきだ。ここで終わらせてやる。一杯食わせてやりな。おっしゃ、行くぜ。私が追い込まれているだと。まだまだ強くなるぞ。調子が良さそうですね。我が娘、モニ。ままならねえもんだな。まあいい、これは取り戻した。お前もハピも悪かったな。心の底から詫びさせてもらうぜ。君にもなんか事情ありそうだし、帰ったら聞かせてよ。話はそっからじゃん。それでこの遺産は何なの？厳密には英雄の遺産じゃねえんだ。ああ、英雄戦争より後の時代に遺産を真似て作られた武具。これは俺の母の故郷で大切にされてた一族の秘宝みてえなもんらしくてよ。それがどっから情報が漏れたのか、この間盗まれちまったんだ。だから闇市に出るって話を聞いて強行に及んだわけよね。強行って根に持ってやがんな。この通り謝るから機嫌直してくれよ。こいつを手に入れた奴が化け物になったら一人じゃ手に負えねえと思ったし、だからといって理由を正直に言ったら教団に没収されかねねえだろ。バルトのくせに意外と考えてるじゃん。それで回りくどいことをやったわけね。お前も頼む。利用してすまなかった。
ハピもまあいいよ。お母さんの一族のためなんだし、あの貴族のおっさんもなんか話通じる感じじゃなかったしね。ああそうだな、なんでこんなもん欲しがったのか。そういえばバルトはその武器故郷に返すの？情報が漏れちゃってるじゃん。いいところをつくな。それについては実は母さんから手紙が来ててな。ガルグマクにあった方が安全だろうし、俺の紋章がありゃ使えるしってんで、扱いを俺に一任するって話だ。だから俺はお前に一任するぜ。俺が使うにしろ何にしろお前に管理を任せときゃ間違いねえと思ってよ。呆れた。大事な秘宝じゃなかったわけ？それだけ信頼してるってこった。頼んだぜ。ここにいたか。お前を探していた。頼みたいことがある。違う、もっと面倒な話だ。親父殿が人をよこしてな、俺にフラルダリウス領へ戻ってこいと。ロドリグ・アシル・フラルダリウス、ファーガス貴族の筆頭格、俺の父親だ。本題に戻るが、4年前に起きたダスカーの一件はお前も知っているな。あの事件で国王を失って以来、ファーガス国内の治安は悪化の一途をたどり、フラルダリウス領内にも山賊が増えて、村や町に被害が出ている。それで俺にも山賊退治を手伝えなどと言ってきたわけだ、親父殿は。そういうことだ。ふん、察しがいいな。家の不始末にお前を付き合わせるなど本来は筋違いだが、お前が戦うのを間近で見る機会は何度あっても足りんからな。お前としても狭い訓練場で剣を振っているよりはいいだろう。それとも傭兵上がりのお前には山賊退治など退屈すぎるか。山賊程度俺だけでもどうにかなるが、行く気があるなら早めに声をかけろ。ここにいたか。お前を探していた。頼みたいこと。お前にしか頼めない類の話だ。親父殿が人。ロドリ、本題に。ファーガスのランベール王がダスカー人の襲撃を受けて殺された事件だ。あの事件で国王をプラル、それで、そういう家のお前が、お前としても、それとも、ふん、いい答えだ。ついでにもう一つ、暇そうな奴に声をかけておけ。お前が誘えばついてくる奴もいるだろう。では、俺は先に行っている。
これでまた強くなれそうだ。強くなるためにはいろいろやらねえとな。いらっしゃいませ。またのご来店を。私ならこれでもいけると思います。